ときめきメモリアルガールズサイド4風間くん1ズルートを本日もプレイしていきたいと思います。前回は1年目の文化祭が終わったところですね。でまだね今月デートできてないので早速ね今月はボーリングに行く予定なんでお誘いしたいなと思います。もしもし。あ、風間くん今ちょっといい？あ、こっちは別にちょっとじゃなくてもいいけどな。うん、あのね。ボーリング。11月21日にボーリングしに行かない？あ、付き合う。じゃあ11月21日に駅前広場で待ってるね。急がないでゆっくり来いよ。じゃな。やった、早く11月21日来ないかな。ちょっとやっぱり学力がなかなか上がらないな。あれかな、いつものやつ。さて、そろそろ帰ろうかな。あれ、あそこにいるの風間くんだよね。せっかくだし、おしゃべりして帰ろうかな。なあ、何か気づかないか。前髪切ったやつかな。え、どうしたの急に。ほら、何か違うだろ俺。気になることないか。気になること、風間くんの髪が伸びて目に入りそうなのは気になるけど。おい、口で言えばわかるって。でもまあ当たり。え、少し髪切ったんだ。よく気づいたな。うん、まあね。へえ、お前意外と俺のこと見てるのな。合格。嬉しそう。長くて気になったことは黙っておこう。はい、じゃあボーリングに行ってきたいと思います。風間くん、遅いなあ。風間くん。悪い、遅れた。大丈夫、私も今来たところ。そっか、サンキュー。でも次は待たせないようにする。どうした？楽しそうで何より。うん、いいな、お前はやっぱりこっち系がいい。この服気に入ってくれた？ああ、文句のつけどころなし、満点だ。この服を着てきてよかった。その色よく見るよな。あ、ヘアアクセでもよかった。そういえば間違えちゃった。もういっか。うん、流行ってるんだ。流行りには乗っかる。お前らしくていいじゃん。やった、流行をチェックしておいてよかった。ほら行くぞ。どうした？悪い、早かったか？お、すごくいい感じじゃん。風間くんの指導のおかげかな？かな？じゃねえんだよ。可愛くしたって何も出ねえぞ。やったね、バッチリ好印象。ん？反則だろそれ。今日はサンキュー。俺こっちに帰ってきてよかった。そう思える一日だった。ん？お前のせいで笑い疲れた。家まで送る。お前が夜遊びしないよう見張らないとさ。どうした？何その熱い視線。
ありがとう、送ってくれて。今さらそんな気使うなよ。じゃ、またな。おやすみ。どうした？引き止めていいのかよ。風間くんに送ってもらっちゃった？あ、風間くんからメッセージ。誰かさんのせいでこっちまではしゃぎ疲れました。だって。よかった。今日は風間くんとすごく近づけた気がする。よかったら一緒に帰らない？これから用事なんだ。ごめんね。わあ、全然遊んでないもんね。仕方ない。一人で帰ろっと。今日、あ、待って、冬の海ってまだ誘えないっけ、もしかして。だとしたらちょっとやばいぞ。誘えない、もしかして。ちょっと試すか。やばいな、ちょっと12月休みが思ったよりない。誘えなかった。そしたら今日もね、ちゃうかって思って、28もしたらやることが別にないんだよな。お金もそんなないから、振りは行ってもって感じだしな。ちょっといいや。冬もちょっと忙しいから、それに備えて寝ちゃうか、2回ともね。よし、じゃあ今日はお誘いか、もうさっさと買い物行っちゃうかだな。いや、ちょっと今日さっさと買い物に行っちゃおうかな。ドレス買わないといけないからね。あ、間違えちゃった。危ない危ない。でも普通の服の方がいっぱい買うから、ジェスはなんか用事があんまないからな。メルルでスタンプカード使っちゃおうかな、先に。いらっしゃいませ。ああ、別にジェス行かなくてもいっか。ここでドレス買っちゃうか。ああ、そうだよね、ジェスだとまた同じのになっちゃうから。じゃあここで。かわいいね。ちょっと下が、あれ？まだだっけ？なんか欲しいスカートがあった気がしたんだけど、まだだったかしら。しろ。
ありがとうございました。うん、いいお買い物できたかも。そしたらじゃあ、この買おうかしら。いらっしゃいませ。渋いなあ。ちょっとあったか今度のもね、ちょっと仕組みが出ちゃうのがあれだけど、あと若ざりがいるから、グレーのがないから、8リッチか。まあ、でもお年玉入るしな。いいか買っても、いや、いっか買っても。あ、待って、これは前回持ってたのか。じゃあちょっと違う方にするかな。こんなもんでいいかな。結構使っちゃうね。使いすぎ？いいだろう。あ、間違えちゃった。また万引きになっちゃうね。ありがとうございました。またお越しください。うん、いいお買い物できたかも。うん、完璧と言ってもいい。せやろせやろ。本当に？本当。しっかり流行を抑えている。コラムを見てくれてるのかな？流行ということは、もしかしてこれのことかな？そう。私たち姉妹のコラムにも書いてあるよ。さすがマリー。これからもこまめにコラムをチェックして、おしゃれのレベルを上げていってね。やった。ミチルに褒められちゃった。いい？マリーが次のファッションレベルに上がるためには、マリーおめでとう。ファッションレベルがアップしたね。素晴らしい成長ぶり。おしゃれを極めるのももう目前だね。頑張って。ほんとガンガン上がるな。やった、この調子で頑張るぞ。あ、テストか。明日からの期末テストだ。頑張ろう。まあ微妙だろうな。ちょっとパラ上げしてる暇がないからね、なかなか。テストの結果が貼り出されてるみたい。見に行ってみようと。あ、でも少し上がったから、まあまあまあ、これでこれから神に祈るしね。まあこんなもんかな。ふん。あ、風間くん、何かあったの？俺じゃない、お前のこと。え？良くも悪くも普通じゃないのがお前の魅力だろ。なんで勉強だけ普通なんだよ。それはあなたとデートしまくってるからですよ。じゃあな、そこんとこちゃんと考えるように。厳しいな。はあ、普通か。うん、もっと頑張ろう。大丈夫、神に祈れば。で、今日、まあ別に来週でもいいけど、お誘いするか。そうだね。もしもし。あ、風間くん、今ちょっといい？あ、こっちは別にちょっとじゃなくてもいいけどな。うん、あのね、
12月26日にスケートをしに行かない？ああ、付き合う。じゃあ12月26日に公園入り口で待ってるね。急がないでゆっくり来いよ。じゃな。やった、早く12月26日来ないかな。さて、そろそろ帰ろうかな。あ、あれ、あそこにいるの風間くんだよね。せっかくだし、おしゃべりして帰ろうかな。そうそう、シモンのアルバイト募集の広告、出てたな。え、本当？ああ、とうとうお前にも後輩ができる。そっか、今までは私が一番の新人だったのにな。何寂しそうに言ってるんだよ。お前が教育係になるくらいの気持ちで行けよ。うん、頑張るよ。そしたら時給上がるかもな。え、本当？頑張ります。元気なやつ。可愛い服もたくさん買えるし、アクセサリーも。ちょっと待て、俺がお前の時給決めてるわけじゃないから、そんなに本気になるなって。あ、みちる。マリー、どうしたの？さっきからくしゃみが出そうなんだけど。あ、その感覚わかる。なかなか出てこないんだよね。そうなの。かわいい。すっきりした。そっちかい。あ、マリー、今のくしゃみ光る？そう、なかなか出てくれなくてさ、やっとだよ。光が代わりにしてくれたから、私もすっきりしちゃった。これが双子のシンクロニティ？今週はバッチリ頑張ったよね。お前の動き、キレッキレ。やったね。そして、今日は次のデートにお誘いするか。もしもし。あ、風間くん、今ちょっといい？あ、こっちは別にちょっとじゃなくてもいいけどな。うん、あのね、ちょっと詰めていかないとね。あ、二連にする？でも、もしかしたらなんかお正月で好きになる可能性あるかな。あったとしたら別に意味ないんだけど。まあちょっと一応せっかくだから入れるか。1月9日に海へ散歩しに行かない？ああ、付き合う。じゃあ1月9日に羽ばたき駅で待ってるね。急がないでゆっくり来いよ。じゃな。やった、早く1月9日来ないかな。お、藤谷。あ、風間くん、一緒に帰ろう。今冬休み前の会話が聞けるかな。うん、一緒に帰ろう。よし、じゃあ行こう。もうすぐ冬休みだね。風間くんは何か予定ある？なんかってお前さ。
冬休みはいろいろあると思いますけど、クリスマス、大晦日、初詣、もう全部二人で過ごすと思ってんのかな、この感じは。確かに冬休みは短いけど大きなイベントがたくさんあるね。それで？ん？はあ、一緒に行こうとか一緒に過ごそうとかそういうのないのかよ。うん、いいね。いいねじゃねえよ。お前らしくはあるけど。まずはクリスマスの準備からかな。充実した冬休みになるといいな。今日は学校主催で開かれるクリスマスパーティー。あ、そうだ、パーティーでプレゼント交換があるんだっけ。プレゼントを買いに行こう。何を買おうかな。これはね、当たってたんで。これだけ当たってたね。プレゼントはこれで OK。 家に帰って準備しなきゃ。クリスマスパーティーには何を着ていこうかな。すごい。ちょうどいい、もしかしてこの星のネックレス。ちょうどいいか。準備 OK。 パーティー会場に行こう。レディース&ジェントルメン、羽ばたき学園クリスマスパーティーへようこそ。聖なる夜を心ゆくまで楽しみましょう。メリークリスマス。メリークリスマス、マリー。素敵な聖夜になりそうだね。ミチル、メリークリスマス。今日のパーティーはマリーが主役かな。ドレスもメイクも完璧。本当？嘘つく必要がある？だってミチルに褒めてもらえるなんて嬉しすぎるから。もうマリーって本当に可愛い。完璧を通り越しちゃったらもう言葉が見つからないじゃない。嬉しいな。ドレスを着てきてよかった。さあパーティーを楽しみましょう。また後でね。うん。藤谷、メリークリスマス。あ、風間くん、メリークリスマス。ニッコニコだな。笑顔にドレスがぴったりだ。本当？嬉しいな。ただあまり愛想振りまくなよ。その笑顔とドレスじゃ無敵すぎる。え？とぼけてもダメだ。今日の吸引力は最強ってこと。ちょっとムスッとしてろ。もう変なことばっかり。話してたら喉乾いてきた。ドリンク取ってくるよ。うん、行ってらっしゃい。そろそろプレゼント交換会の時間だ。誰のプレゼントが回ってくるのかな。もしも願いが叶うなら。ちょっと実はイフ君も出たけども、この二人はいないかのような感じでね。浮気したら怖いしね。ほほほほ、君にはこのプレゼントをあげよう。メリークリスマス。何が回ってきたんだろう。開けてみよう。そういえばそうだったね、これもらったかも。ゼロからわかるフライフィッシングか。やるな、ちゃんと俺のプレゼントを引き当てるなんてさ。え、これがそうなの。風間くんが持ってるのも私が持ってきたプレゼントだよ。こういう運命なんだよな俺たち。すごい偶然だよね。あのさ、俺は運命って言ってんだけど。流した。じゃあ開けてみて。たく、聞いてんのかよ。
ごいな。俺が欲しいものそのまま。ありがとな。やった、バッチリ喜んでもらえたみたい。よし、じゃあ、今日はスケートでイベントが多分あるはずなんだけど、行ってみたいと思います。あ、スケートミニスカートあるかな、コメント。あ、そっかそっか。あれ、デートの待ち合わせ場所ってどこだったっけ。今日はスケート、まだ来てないみたい。まだ来ない。もしかして私、待ち合わせ場所間違えてる？風間くん、遅いな。あ、風間くん。悪い、遅れた。大丈夫、私も今来たところ。そっか。サンキュー。でも、次は待たせないようにする。どうした？悪い、早かったか。やっぱりいいな、そういうファッション。気に入ってくれた？そんなに似合ってたら目離せねえよ。頼むから変なの引き寄せるなよ。追い払うの面倒なんだから。よかった、すごく喜んでくれたみたい。ここは間違いない。何が？風間くん？こんなとこでトロトロしてる場合じゃない。行くぞ。すごいテンション高いね。結構冷えるな。はあ、あったかい。あ、もうイベントが始まるのか。ってことはデートの選択肢はないんだな。なるほど。風間くん、スケート上手。文武両道で、本当にすごいな。お疲れ様。喉乾いたでしょ？何か飲む？大丈夫。お前こそ、ずっとそこでじっとしてるだけじゃ寒いだろう。少し。だけど、軽やかにスケートしてる風間くんを見てると、ワクワクする。ふん、じゃあそろそろ行ってみるか。もう帰るの？ふん。腰引けてるぞ。まっすぐこっち見て、手は離すなよ。運動パラは大丈夫なはずなんだけど。あ、でもいいね。まあ、王道、王道よねこれは。は、はい。ほら、また右足首が傾いてる。怪我するからまっすぐ立って。あ、ゆっくりでいいからな。う、それが簡単にできるならこんなに苦労してないってば。うわ、風間くん、手絶対離さないでね。ふぅ、落ち着いた。あれ、風間くん、顔が赤いけど、寒いの？なんか、罪悪感。本当にごめん。え、なんで謝るの？俺の横島な心に猛省。お前がスケート上手いとか下手とか、正直、あんまり関係なかったんだ。ただ、手を。で、滑れないのに無理にリンクに引き出したりして怖かったろ。ごめんね、こっちも滑れないふりして全部演技だったの。すいません。楽しかったよ風間くん、ずっと手をつないでくれてたし、スケートも丁寧に教えてくれて嬉しかった。本当にごめんなさいでした。なんで謝るの？今日はサンキュー。俺、
こっちに帰ってきてよかった。そう思える一日だった。ん？お前のせいで笑い疲れた。家まで送る。お前が夜遊びしないよう見張らないとさ。どうした？何？その熱い視線。ありがとう、送ってくれて。今さらそんな気使うなよ。じゃ、またな。おやすみ。ん？引き止めていいのかよ。風間くんに送ってもらっちゃった？いや、王道、やっぱ王道はいいね。ちょっと長いけど、お正月までやっちゃうか。今年一年を振り返ってみると、たくさん勉強したよね。新しい一年の始まり、なんだかすがすがしい気分。あ、年賀状が届いてる。風間くんのだ。おしゃれなカード。イギリスにいる頃を買ったのかな？なんか、ボイスドラマを聞くと、このカードを見てなんか、子供の頃の話を思い出しちゃうわね。あ、先生ちゃんとくれた。嬉しい。あ、三影先生だ。あー、これ全部押し花？すごく綺麗。字も可愛い、なんか。なんか先生の直筆ではないけど。虎可愛い。これはミチルだよね。大人っぽくて素敵。こちらこそよろしくね、ミチル。あ、これはヒカルのだ。カラフルで元気いっぱいだ。ヒカルタイガーもかわいい。かわいい。なんか、キャリーパミュパミュって感じだね。あ、電話。風間くんからだ。もしもし、風間くん？明けましておめでとうございます。明けましておめでとう。じゃあ、行くか。初詣。うん、行く。いい返事だ。ゆっくり時間をかけて迎えに行くから、そのつもりでな。迎えに来てくれるの？ありがとう。礼には及びません。期待されてるよね。さて、何着ていこうかな。いや、これ本当にあってよかった、マジで。ちょっと、これにするか。あ、これ？ちょっとなんか、あ、まあでも悪くはないけど。明けましておめでとう。なんかお前の顔見たら安心した。私もかな。改めて、明けましておめでとう。俺はお前の晴れ着姿を見るために帰ってきたのかもしれない。本当？嬉しいな。ああ、ちょっとゆっくり回ってみて。よかった、風間くんすごく喜んでるみたい。いいか、転んだら危ないんだからな。俺にくっついてること。すごいな、拝殿まで何分かかるんだ？何時間かもね。でも、ゆっくり願い事を考えられるね。俺はもう決まってんだ。私もね、もう決まってるんだ。ちょっと言えないけど。絶対に。え、どんなお願い？そんな簡単に言うかよ。俺のは10年前からずっと同じ。風間くんのお願いって、一体何だろう。まあ、私も10年前から同じって言われれば、まあ、同じというか、まあなんなら20年ぐらい前から同じというかね。今年は何をお願いしようかな。成績が上がりますように。その願い、叶えて信じよう。あれ？
なんか叶えそうな気が。ほら、おみくじも大盛況。どうする？元気あるか？今年の運試し、どうしようかな。おみくじ引いてみようよ。そうだよな。聞くまでもなかった。頼む。これをやらないと一年が始まらないよ。大げさなやつ。悪くても落ち込むなよ。いい運が来ますように。さて、私の今年の運勢は、よっしょー、やった大吉。今年はいいことありそう。大凶って入ってんだな。風間くん、大丈夫？別に何でもない。気を引き締めろってことだろ。そういう考え方できるのってすごいな。待てよ、俺の心配の種はお前だからさ。俺が大凶ってことは、お前大丈夫か？え？今日は特に俺から離れないこと、キョロキョロしないこと、いいか？どういうことだろう。お前と参拝するって結構遠い夢って思ってた。初めてだよね。あれ、幼稚園の頃とか行ってたのかな。一緒にはないだろ。偶然境内ですれ違ったりはあったかも。幼稚園の頃の風間くんか。きっと可愛かったんだろうな。おい、忘れてんのかよ。俺はあの頃のお前の方がまだ馴染み深いっていうか、今のお前はちょっと発育が想定以上っていうかさ。何言ってんのあなた。嘘。もう、どこが育ってるかちゃんと言って。発育？立派になったってことだ。だから妙な奴が来ないように送ってく。もうスケベね。送ってくれてありがとう。風間くん、この後はどうするの？なんだよその質問。予定を聞いただけだけど、あ、上がってく？いいえ、結構でーす。何か用事あるの？そうですね。いや、残念だけど本当に用事。おじいちゃんのとこで年末から片付け手伝ってて。そっか、大変だね。大変なのはおじいちゃん。俺はお前と初詣行けただけで満足だよ。これ以上は望みません。じゃあまたな。今年は風間くんと一緒にたくさんお話できるといいな。あれ、あんなこと言ってたっけ？ちょっと笑っちゃったよ、なんか。はい。ということで、今日はこのあたりで終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。